母上様お元気ですか。夕過ぎの骨杖に明るく光る星一つ見つけました。星は見つめます、母上のようにとても優しく。私は星に話します、聞けませんよ。男の子です、寂しくなったら話しに来ますね、いつか多分。それではまたお便りします、母上様。一休。母上様お元気ですか。昨日お寺の子猫が隣の村にもらわれて行きました。子猫は泣きました。母さん猫にしがみついて私は言いました。泣くのはおよし、寂しくないさ、男の子だろ、母さんに会えるよ、いつかきっと。それではまたお便りします、母上様。ひっきゅー。